い、こんにちは。 iPhone 買っちゃいました。 5S 6 Plus 買っちゃいました。いきます。ちょっとカラーリングが今回緑色でございます。 iPhone 買っちゃいました。ついに買っちゃったよ iPhone、 新型 iPhone。 今回の iPhone はね、ちょっと YouTube はちょこの世界線ではないんですよ。この世界線には YouTube ないんです。これベータ世界線、なんと MeTube、もうあなたのチューブじゃないんだよ。今のこの世界線ではあなたのチューブちゃうねん。私のチューブだ。ミーチューブね。こうしてみましょうか。じゃあミーチューブ開いてみましょう。はい。ミュージック。インターネット。通話。まあ電話しますからね。K メール。なんでしょうね。K って。キングダムハーツ？ん？キングオブファイターズ？キングオブファイターズメールですね。天気予報。最初から天気予報もプリインストールされてると。取ってみって言われてる。QR コード。で、これ何？フルーツミックス。フルーツ忍者的なね。フルーツ忍者的な神系が最初からインストールされてる。で、共振。もうちょっとよくわかんない。カメラ、マップ、共振成果っていうアプリが。わかった。共振成果。今回ね、新型 iPhone 受注生産になってまして、Apple 製じゃないですよ。共振成果さんが作ってます。ちょっと試しに QR コード読んでみましょうか。本当に読めんの？読んでみって書いて。行ったぞ。おい。マジで。共振成果さんのウェブに飛びました。愛される共振の歌詞。マジかー。対応してる。こちらの QR コードはマジモンでございます。なんとね、今回の iPhone から新しい機能ついてます。無加重天然着色料使用。ちょっとね、今回の新機能を使うと若干スペック下がっちゃうんですよ。これ本当は32ビットのリスク CPU が2個積んであって64ビット級なんだけど、ちょっと食べるとね、100メガショックネオジオ。ほう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 。だがしかし、これね、もともと9個、もっとこれ今1234段じゃん、9段ぐらいあったらしい。もっとあったのかな。いや、そう、毎年1段ずつ減ってぐらいの感じで、ちょっとずつ減ってってこの形になったっていうのを、だがしかしで読みました。だがしかし、超おすすめです。漫画です。いやー、食べれる。なんと、今回の iPhone は、食べられます。このように、しかもね、今回の iPhone って、一つずつ食べるもよし。謎の、一気。贅沢な一気。これもできる。大人だから。大人用だから、この iPhone。大人だからね、このぐらいはやりますよ。で、大人だからね、歯が弱いんですよ。大人だから。こう、しまえる。はい。そうすると若干スペック落ちちゃうんですけど、まあ、大人なんでね。はーい。というわけで、今回買ってきたのは、共振成果さんの、よくあるお菓子ですね。なんか餅みたいなお菓子が iPhone の形に
なっていたという、そんな動画でした。久しぶりにね、このよくわかんない iPhone グッズみたいの、グッズではないけどな、ネタを見つけてきました。ね、面白いですね。やっぱこういうの大好き。また見つけたらやりたいと思います。そんなわけで、お菓子でした。また会いましょう。バイバーイ。